藤崎亮です。激辛系の動画は撮るつもりなかったんですけども、最近なんかちょっと巷で新しい新商品が出たということで、これですね、ペヤングの極激辛焼きそば。全然辛そうなパッケージじゃないですか。なんかねぶた祭り、お祭りかみたいな感じで、危機感のないパッケージではあるんですけれども、泣けるほど辛みが強いので、小さなお子様や辛みが苦手な方の喫食には十分ご注意ください。十分ご注意くださいってことは、食べないでくださいじゃないですね。小さなお子様も注意しながら食べてみてねっていう意味が込められてるんでしょうかね。このペヤングの焼きそばは激辛焼きそばから始まって、激辛マックスエンド、1回マックスでエンドまで言ってるはずなんですけども、多分本当の激辛好きには大したことがなかったので、その激辛マックスエンドの3倍らしいんですね。3倍の辛さのを出したということなんで、でなんかネット上ではみんなヒー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 言っているということなので、まあ僕もどのくらいのものかなとちょっと興味があったので買ってみました。一応僕もね、最近激辛はあんまり食べてないんですけど、まあ一時はね、かなりエスカレートして、世界一辛いというか、純粋カプサイシンも食べたことありますし、世界一、まあ当時は世界一辛いソースだったんですけども、ザ・ソースという、ソースというか、言いますか、まあドロッとした液体なんですけども、それを入れたカレーを食べて、救急車で運ばれたりとかもしたこともあります。いや、あれはね、ザ・ソースはね、本当に死ぬかと思いました。まあ激辛を食べて、まあ何度か辛い思いをしてるんですよ。いや、もうこんな辛い思いはしたくないっていう、辛い思いをしながら翌日には辛い、激辛を食べてるということはしてきたんですけども、まあ最近はね、健康も考えて、まあそこそこ控えめにと言いながら、ちょっと最近こういう七味唐辛子、7種類の高級唐辛子を使った、まあ、唐辛子。まあ、2種類の辛さがあるんですけど、宣伝始まっちゃうっていう、両旨と両辛。こっちの方がね、旨味が強調されていて、辛い、辛味も、まあ、そこそこ。こっちはまあ、どっちかというと、辛味を強調したものなんですけども、まあ、超激辛っていうわけではなくて、まあ、要はここにたどり着いたわけですよ。激辛をいろいろ食べてきて。最近はね、チャレンジ系とかはしてませんけども、テレビチャンピオンの激辛料理選手権の審査員をさせていただいたりとかしているので、そこそこは辛いのに強いので、今日はちょっとこれを食べてみたいと思いますね。はい。542キロカロリーなので、まあそんなカロリー高くないですけど。でね、せっかくなので、韓国のプルダッポックンミョンじゃなかった、これ、プルダックタットッポッキか プルダックトッポッキ、いや、トッポギですね。今回買ってきました。ちょっと比べてみようかと思って、これ一応ね、韓国では最高レベルの、最高ランクの辛さのトッポギです。鳥さんがなんか鳴いてますけども、まあ、これとどっちが辛いのかっていうのもまあ比べつつ、これ両方食べるとちょっとカロリー高いんですけども、460キロカロリーで、これ2つ食ったら1000キロカロリー近いんで、どうしようかな まあでもちょっと辛さを比べてみようと思います。とりあえず作ってみます。はい、ということでお湯を入れました。 OK グーグー、アラーム3分セットして。10時23分にアラームをセットしました。で、これ、お湯待ってる間に、このトッポッキを作ってみようと思いますかね。トッポッキ、ちょっと食い気味だな。これね、餅とソース。でね、フォークついてるんですよね、この折りたたみフォーク。まあ、その辺、親切ですよね。できたので、これ、お湯を捨ててきます。で、こっちを作ってきます。忙しいな。はい、これ何の変哲もない麺です。結構麺多いんですよね、これ。
具もなかなかいい感じで。で、ソースをかけます。ちょっと今日は忙しいです。今トッポッキをレンジで作ったりしてるので、グルメテレビ番組とか、出てたんですけど、改めて自分でこう撮影しながらあえてこう自分の食べる姿を撮るっていうのはなんか照れくさいっていうか、何やってんだって感じなんですけど、これはトッポッキ用のフォーク、折りたたみ式。あ、で、こっち、焼きそば、早速食べてみましょう。あ、ちょっと吸い込むと鼻にきますね。でも、あ、唐辛子の香りするか。そんなにね、あ、するな。一応唐辛子っぽい香りはします。でね、ちょっと僕この麺を食べるときにね、前歯とこの下の唇で途中で噛み切る癖がありまして、ちょっと一回番組にねクレーム来たことがあったらしくて、ラーメンすすってる途中に前歯で噛み切るなと、なんか吐いて吐き出してるように見えるから。やめろというなんかクレームが来たことがあるらしくて、それ以来注意してるんですけど、僕ねラーメンすすれないんですよ。でなんかズーズー言いながらするとなんか隣の人とかに飛び散りそうな気がして、こういかに音を立てずに食べるかを気にしている人なので、なので全部こう いっぺんにズー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 って吸い切れなくて、そうか、食べなきゃいけないですね、これね。食べます。ちょっと、その辺意識しつつ、食べてみます。こうやってね、前歯で切っちゃうんですよ。ああ。ソースは、ちょっと甘い。ちょっととか結構甘いんですよね、これね。あ、ちょっと意識して麺を全量入れてみました。あ、辛いのきますね。あ、フルタック辛い、確かに辛い、辛いですけど、あれ、なんかこんなんでいいのかな、なんかあれ、お湯の量間違ったのかな、あれ、なんか増えた気がする。これかトッポッキ、黒いですね、黒い。さあどっちが辛いか。あ、熱そうだな、これ。あれ、こっちの方が辛いかも。今のは時報です。ね、でも唐辛子のね、よくある激辛系の癖のある唐辛子の香りとかはしないですね。一応なんかこれ唐辛子エキスとかを使ってるようなんですけども、そんな、よくエキス系にあるような嫌な香りはしないです。で、ちゃんとペヤングの美味しさはちゃんと出てます。で、ちょっと甘いのかな。
でもちょっと汗がだいぶ出てきました。ちょっと扇風機つけます。もう超汗っかきなんで、扇風機冬でもねもうずっと出てるんですけど、ちょっとこれ飛ぶな。はい、あ、涼しいんだけど、これ冷めちゃうんだよね。多分これコンビニとかスーパーで簡単に買えると思うんですけども、コンビニスーパーレベルでは史上最強の辛さだとは思います。確かに辛いです。これ食べられない人もいるんじゃないかな。激辛好きな人はまあ、あ、辛いねっていう感じなんでしょうけど、多分本当に激辛好きな人はこれより辛いのを知ってるので、まあ大した辛さでうちには入らないんですけども、辛い、激辛だと思います。激辛といっても本当に差し支えない。こちらは辛い。ブルダックトッポッキの方が辛いですね。は韓国でもね、こっちの方がうまいわ。でせっかくなのでこれやっぱ七味唐辛子、ちょっと手前味噌ですけども、七味唐辛子自分で間違えるな、七味唐辛子かけてみたいと思いますけども、これね、今扇風機浴びた状態でこれかけてしまうと、もうこの粉末が飛び散ると大変なことになるんで止めます。で本当はねこれ中蓋がついてるんですけど、僕の場合ちょっと中蓋があるとあーってなっちゃうんでパッとかけられないんで、ちょっとかけすぎちゃったかな。今七味両辛子ちょっと多めに かけてしまったかな。これね結構ね意外に辛いんですよ、両辛の方は。この両馬の方はうまみ重視、何度も言うなって感じなんですけど、まあ激辛好きな人にはこっちがおすすめで、うま辛好きな人には両馬がおすすめ。まあどっちもね、まあ、世界最高ランクの唐辛子とか、まあもう各世界各国の名だたるっていうわけじゃないですか、ちょっとマニアックな本当に厳選した高級な唐辛子を集めて秘伝のブレンドをしているのでおすすめです。その代わりちょっとお値段も張りますけども、はい。で七味唐辛子、ちょっとかけすぎたな。ちょっと辛いっす。自分で言うのもなんですけど、辛いです。うわ。まとめますと、ペヤングの極激辛焼きそばは、もうコンビニ、スーパーマーケットレベルでは、もう史上最強の辛さ。まあちょっと騒ぎ立てるほどの辛さではないんですけども、多分今までの、ね、コンビニで扱う料理の常識は覆したかと思います。でもちゃんと味も美味しい。あの変な唐辛子エキスとか激辛唐辛子系の変な癖はないので、味は本当に美味しく食べられます。でもどちらもノーマルの辛さの場合はこっちの韓国のブルダックトッポキのがちょっと辛いかな。ちょっと刺すような辛さ、まあ、こっちも刺すような辛さあるんですけども、
といつだんだんあの汗をだんだん汗が出てきたんで、ああ扇風機に当たってます。うん、まあでもこれ普段食べつけてるぐらいのレベルなので、この食べる姿をずっと撮ってるのって嫌だな。うん、うん、ということでごちそうさまでした。こっちは夜食べます。あのちょっと鼻水出てきたのでこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。